全国の皆さん、はじめまして。私は、福島県在住の日本同盟キリスト教団勿来キリスト福音教会の牧師の住吉英二と言います。今回は11月3日月曜日に行われた第3回東北日韓キリスト者友好集会のレポートをさせていただきます。よろしくお願いいたします。第3回東北日韓キリスト者友好集会、これは一つになって立ち上がろうという、表題のもとに、なされました。時間はですね、13時から17時まで。場所については福島県郡山ビッグパレットで行われました。だいたい80人ぐらいの参加者でありました。それで目的はですね、今表題を言いましたけれども、この被災地において福島の各教会あるいはその人々を励まそうということで、韓国からあるいは日本にいらっしゃる韓国の教会の方々が集会をやりましょうと。そしてそれは一方的なものではなくて友好集会というふうにしました。本当にこの被災地にあって特に福島の方々をですね、支援していきたいという内容で持たれたものです。対象はですから福島県にいる教会員や、教会の牧師たちを励まそうということでこの集会が持たれました。大変素晴らしい集会であったことを報告しておきます。当日ですね、もう私が一つ感激したことがありますけれども、韓国の先生方は本当にもう前日からですね、一生懸命に祈りに祈ってここに備えてくださいました。で、本当に韓国の方々素晴らしいんですけども、本当にですね、祈ってよく捧げて、そして当日お友達や教会の方々をたくさん連れてですね、出席をしてくださいました。そして特に福島は、原発事故、それから、放射の汚染問題、あるいはその、がんの恐怖、さまざまな苦しみ悩みがありますけれども、そういったことに対してですね、寄り添ってくださって励ましを与えてくださいました。本当にこれはですね、これで終わりということではなくて、さらに引き続いて福島の方々を支援していきたいということで、メッセンジャーの方も韓国からですね、来てくださって、本当に祈りのうちに素晴らしいメッセージをしてくださいました。あとで参加者の方々の声も聞いたんですけども、あるいは牧師の方々の声も聞きましたけども、本当に素晴らしい集会であったと。そしてこれから韓国の方々のですね、支援も受けながら一緒にクリスチャンとして前進していきたい、また福島にリバイバルが起こるようにという願いを持ってしていきたいですねという、そういう参加者の方々の感想もありまして、とても恵まれた集会になったのではないかと思います。現在のですね、福島の状況はやはり何といっても原発の事故がまたないか心配です。ですからこれが早く廃炉作業が進むようにということと、放射能汚染が深刻なところがありますので、除染作業とともに放射能汚染問題に対してあらゆる方法を通して教会もこの対処していくことができるように、その実情を覚えていただき、またお祈りに覚えていただきたいと思います。第3回東北日韓キリスト者友好集会、これは申し上げましたように今後とも続けていく予定です。で、本当に私たちは今こそと言いましょうか、韓国からの霊的にも祈りにおいても大きな支援が必要だと思っておりますので、
今後ともこれを続けていきたいと願っております。そして本当にこの福島にですね、神様の恵みがあふれリバイバルが起こるようにということをぜひ祈っていただきたいと思います。以上、福島県から住吉英二がレポートさせていただきました。